こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はがん予防に知っておきたい4つのことをテーマにお話をしたいと思います。今回前編後編に分かれて、前編ではがんを予防するために日々の生活の中で心がけたいこと4つのポイントについて、そして後編では実際の献立を例に徹底解説してまいります。今や2人に1人ががんにかかると言われています。がんというのは生活習慣病とも言われ、日々の心がけでリスクを減らすことができる病気でもありますので、ぜひご自身のため、大切な人のためにもぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。がんを予防するために知っておきたい4つのことについてお話をいたします。まず1つ目、がんの原因を知る。がんのトップ5の中に入る原因は、喫煙、感染、飲酒、塩分の摂りすぎ、運動不足が挙げられます。このあたり細かく後ほど解説してまいりますが、もちろん遺伝的なこともありますが、外部からの要因としてはその5つが大きな原因になっています。そのうち感染以外は日々の生活習慣によって改善できることばかりです。2番目は予防のために心がけたいことです。今の原因に対して5つ気をつけたい項目があります。1つ目、食生活を見直すこと。2つ目、体重の管理。3つ目、禁煙。4つ目、摂取、アルコールの量ですね。5つ目、運動や生活の中での体を動かすことになります。これら5つのことを心がけていただくことで、がんのリスクを半減できるそうです。この5つのこと、もう少し深掘りをしてお話をします。まず1つ目の食生活です。3つ気をつけるポイントがあるんですね。まず1つ目は塩分の摂りすぎに気をつける。塩分は成人の男性で1日 8g、 そして女性で 7g 未満に抑えるのが理想と言われています。ラーメン1杯のおつゆまで飲み干してしまったりすると、じきに塩分って言ってしまうこともあると思います。塩分は意識しないと摂りすぎになってしまうこともありますので、ご自身の日々の塩分量がどのぐらいか書き出してみるといいと思います。2つ目は野菜や果物を意識して摂る。野菜でいうと小鉢5つ分ぐらい、果物は1皿分ぐらい、 200g 程度にはなりますが、そのぐらいの量を心がけて摂ると良いということですね。3つ目、これはちょっと意外なんですけれども、胃の粘膜を傷つけないためにも熱いものを飲むとき気をつけるということなんですね。私も結構熱いスープとか熱いコーヒーとか大好きなんですけれども、温度に気をつけながら召し上がっていただくといいと思います。続いて適正体重を維持する。この適正体重ってじゃあどのぐらいかと言いますと、 BMI という一つの物差しになるものがあるんですね。この BMI をぜひ皆さん計算していただいて、でその数値がどのぐらいかというのを把握しておくことも大切だと思います。 BMI というのは体重割る身長×身長なんですね。これ身長の単位がメーターで計算していきます。こちらの数字、男性の場合、女性の場合それぞれ違いますが、筋肉量が多い少ないとかでも変わってきますが、一つの目安として計算してみてください。体重の維持、死亡率の割合などを管理しておくというのも大切です。そして禁煙、喫煙する方はタバコの数を減らす努力を、そしてなるべくなら禁煙に向けて頑張っていただくということです。そしてお酒の量です。お酒の量は人によって個人差はありますが、一つの目安として1回のアルコール量、エタノールの量で計算して 23g というところが一つのラインになります。日本酒だったら1合、ビールだったら大瓶1本、ワインで1/3本、ウイスキーでダブルで1杯、焼酎原液で2/3合、個人差がありますので、一応これあくまで目安です。毎日の晩酌というのは決して悪いことではないんですが、ぜひアルコールの量を節制しながら楽しんでください。そして身体活動です。この身体活動というのは運動とか日々の生活の中での活動全てのことを指します。
ジムに行って運動するばかりがね、運動ということではありません。歩くような運動だったら毎日60分ぐらい、または週に1回60分程度、息が上がるまたは汗ばむ程度の運動をするのが心がけたい運動量ということです。私も結構デスクワークがあるので結構座ってる時間かなり長いんですけれども、ほとんど歩かないなんていう日もありますのでね、改めなければいけないと思ってるところです。ぜひ気になるところから取り組んでみてください。ちなみに感染というのはがんのリスクとウイルスというものがいろいろ分かってきていまして、肝炎ウイルス、ピロリ菌、HPV などがんの発症というのが分かっています。気になる方は医療機関で調べることもできるし、ぜひご相談してみるのも方法かなと思います。4番目、がんと戦う食品を意識して摂る。実はがんを予防する食品というのは明確には明らかになっていないというのが現状なんですね。ただリスクを減らすであろう食品というものはいろいろと分かっています。その中でもフィトケミカル、植物性の機能性成分ですね、代表的なものでいうとベリー類、ブロッコリーをはじめ油中の植物、トマトのリコピン、クルミやナッツ類に含まれる様々なポリフェノールやビタミン、ブドウ、そんなような食材が挙げられますが、フィトケミカルというのは分かっているだけでも4000種類もあるそうなんですね。どの食材がいいということではなく、それぞれのフィトケミカルが違った効果があり、いろいろ多種類摂ることでまた相乗効果になることが分かっているので、できるだけ色とりどり種類多く取り入れるということが癌のリスクを減らすのに役立つということです。いかがでしたでしょうか。今回は癌を予防する知っておきたい4つのことについてお話をいたしました。生活習慣の中で癌のリスクを減らせるというのは十分分かっていることですので、もう一回おさらいをしたいと思います。まず癌の原因についてお話をしました。喫煙、感染、飲酒、塩分、運動不足、それらのリスクを減らす。そして2つ目、予防のために心がけたい5つのこと。食生活、運動、禁煙、アルコールの量を減らす、適正な体重を維持する。そして3番目にそれぞれの具体的な数字をご紹介しました。もう一度思い出してみてください。そして最後4番目、がんと戦う食品についてお話をしました。改善できることたくさんあると思います。実はがんを予防するということは、高血圧、糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、それらのリスクを減らすことにもつながります。ぜひ日々の生活、改善点を見つけてみてください。次回は後編としてがんを予防するためのモデル献立をご紹介します。このモデル献立をベースにどんな食品をどんな食べ方をすればいいのかということを徹底解説してまいります。難しい料理を作る必要はありません。実はとってもシンプルなことばかりです。ぜひ後半もご覧になってください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。